細胞膜における生命の誕生と初期進化と題して、生命体の初期進化の概要の見通しを報告します。生命体は連鎖反応を組織して誕生しました。最初に細胞膜が生成されて、細胞膜で発生した連鎖反応の場所にアミノ酸が結合しました。細胞膜に付着したアミノ酸が結合してできたタンパク質分子が結合した細胞膜によって連鎖反応が記憶されました。 その生命体の分子組織が細胞膜で複製されるようになり、最初の RNA および最初の DNA が複製されました。生物の細胞膜を構成している調査の単化水素分子の生成。すべての地球上の生物の細胞膜は調査単化水素分子の C16H34 あるいは C18H38 により構成されています。それらの分子はいつどこで生成されたのでしょうか。地球の初期の大気は気圧が高く、主成分は CO2 でした。 その大気の上層の CO2 に太陽風の水素イオン H プラスが衝突して炭化水素分子が合成されました。メタン CH4 などの炭素数が少ない炭化水素分子は CO2 あるいは H2O などの大気の分子より軽いので上空に滞留し、それらの分子同士が結合する反応もあります。水素原子の雰囲気で水素原子間の反発により調査炭化水素が生成されます。それらの調査上の分子が図1に示すように地上に落下しました。 それらの分子の比重は1以下で軽く、疎水性であるので水面に浮遊しました。C16H34 あるいは C18H38 は水面の温度で液体状態が保たれ続けて、それらの物質から細胞膜が作られました。初期の大気中で CO2 と太陽風の H プラスが反応した証拠。現在の地球の上空における水素原子の濃度分布が 80km 上空でピークになっていることを図に,に示します。 水素原子や水素分子は軽いので水素原子を地球の重力で保持することはできません。水素原子濃度がピークとなるのは上空 100km 付近から高度が下がると太陽風の H プラスが大気の窒素分子 N2 や酸素分子 O2 と衝突して H プラスが水素原子になるからです。その水素原子は上空に上昇して地球から放出されます。太陽風は秒速 500km 程度の速度を持っています。 同じ方向に運動する同じ極性の荷電粒子は相互に引き合い、反対方向に運動する荷電粒子は互いに反発します。地球の時点で移動する上空の性の荷電粒子は地球の東側を通過する太陽風の H プラスと時期的に引き合い、西側を通過する太陽風の H プラスとは時期的に反発します。そこで、地球の大気は太陽風によって地球の時点より早く西から東に移動しています。 地上での気体分子の衝突の平均自由工程は1000分の1ミリメートル程度です。太陽風の水素イオンが地上に到達しないのは地球の大気の分子との衝突によります。地球の原子の大気の CO2 及び H2O の起源。地球の海の水は地球の内部に由来するという説があります。ところが、図4の左側に示すように最初に水素が重力崩壊により太陽が核融合反応を始めてから惑星が成長したという説があります。 太陽が核融合している状態でスノーラインは小惑星帯の中央付近にあり、それより太陽に近い位置に地球が位置しているので氷の状態で水を地球の内部に取り込むことができません。その矛盾を解消したモデルを図4の右側に示します。太陽も惑星も誕生の段階では固体の H2O や CO2 を含む宇宙人が冷たい環境で接触して近距離力により点接触した塊として成長したと考えられます。 太陽系の質量の約99.86%は太陽が占めています。残りの0.14%が太陽の光天軌道に存在しています。ケプラーの第三法則により、同じ光天軌道を周回する天体の速度は質量の代償に関わらず同じです。そこで、光天軌道に留まった宇宙人が氷やドライアイスに接触点における近距離力により結合して塊になり、惑星に成長しました。大きく成長した天体に限り最も軽い水素を重力で保持できます。 太陽が水素を重力で保持できるようになると、太陽系の中心に位置していた太陽は自己増殖により急速に大きく成長して核融合を始めました。太陽が46億年前に核融合反応で爆発した時に太陽の中心部を形成していたコアの破片が放出され、多量の隕石となって惑星に落下しました。その隕石の猛爆撃を受けた地球の地表が加熱されて、内部に含まれていた CO2 及び H2O が脱ガスして二次大気になりました。 巨視的な境界条件により組織された分子の組織の進化。太陽風の H プラスと初期の大気の CO2 により合成された調査状分子の中で水面に浮遊する液体状態の C16H34 あるいは C18H38 の分子は単元思想の膜になります。そこで、太陽光の紫外線などの照射を受けて、それらの分子の一方の端にカルボキシルキが結合して脂肪酸ができました。脂肪酸はカルボキシルキが結合した端を水面の下側にして浮遊します。 炭素原子数の多い脂肪酸は水に溶けにくく、水面に対して垂直方向に並んだ構造になりました。その分子の構造をグリセリンにより水平の構造を強化しました。油脂の膜は水中では素水性領域を内部にして二重層の膜となります。こうして横方向に反応が移動できる膜ができました。細胞膜で生成されていた連鎖反応を記憶するタンパク質分子。図6に示すように細胞膜は素水性の微部を対抗した二重層膜です。 二重層の両側は浸水性なので膜全体が細胞内外の環境に馴染み、内側には疎水性の脂肪酸が充満しているので細胞の内外を遮断することができます。アミノ酸の分子はアミノ基とカルボキシルキとアルキル基があり、脂肪の膜に付着します。そのアミノ酸の分子がアミノ基の水素分子とカルボキシルキの水酸基が脱水結合してタンパク質の分子を生成します。 タンパク質の側座と呼ばれる R 基は水になじみにくいので、R 基が連続する部分はタンパク質の内側に折りたためられます。このように R 基がタンパク質の性質に影響を与えます。 膜で発生した連鎖反応の部分にアミノ酸の分子が付着し、それがペプチド結合してできたタンパク質と膜の分子の組織は連鎖反応を記憶する酵素の機能があります。生命体の初期進化としてアミノ酸を付着した膜とタンパク質の分子を付着した膜が反対方向に旋回して、tRNA および mRNA が合成されたと説明できます。炭酸水の螺旋構造における組織的な分子の熱運動。初期の地球の大気は二酸化炭素分子が主成分であり、それが海水に多量に溶けていました。 炭酸水の氷の解凍を観察すると小さな気泡が連携して運動するのが観察できます。SiO2 の四面体を構成要素とする結晶で、最も体積が小さくエネルギーの低い構造は α 水晶の螺旋構造です。体積の小さい低エネルギー状態の螺旋構造は炭酸水の小さな気泡と気泡を結ぶ領域を形成します。螺旋型の分子構造には図7に示すような組織的な分子の熱運動があります。 螺旋構造の熱運動が右手系と左手系の螺旋型の糸状の分子を生成する環境になりました。こうした状況において、アミノ酸がペプチド結合してタンパク質の糸状の分子が生成されました。主債を交差して称号を進行する DNA の二重螺旋構造。DNA の分子構造には図球に示すようにリーデングサとラギングサという2本の鎖状の分子列があります。 その2本の主差は、アデニン A とチミン T 及びグアニン G とシトシン C が水素結合による塩基対で結ばれています。リーディング差もラギング差も5から3の方向に DNA が合成されますが、合成される際に多上の分子列の進行は交差して逆方向に進行します。この DNA の構造によって DNA が生成されるメカニズムが推測できます。細胞膜の分子群のデジタル的な動作による DNA 複製の進化。 図中に示すように、tRNA と mRNA は反対方向に回転して合成が進行しています。合成のポイントで、アミノ酸の分子は上下方向を反対にしてもサイズや長さが同じですが、対面して照合する際には相違します。上と鍵のような一致を照合する相補的な関係に3個のヌクレオシドで構成された mRNA のコドンと tRNA のアンチコドンの暗号が用いられています。 ここで DNA の二重螺旋構造の tRNA と mRNA のキラリティが相違するので両者は合体しません。細胞膜に由来するタンパク質分子を複製するリボソーム。tRNA によって運ばれたアミノ酸は mRNA のアミノ酸配列と歯車が噛み合うように称号されています。その称号の作業ではキラリティの相違が重要な役割を担っています。 タンパク質の分子はアミノ酸の単位の配列の順序を厳密に再生する必要があるので、一つのアミノ酸の分子を歯車の一つのコマとして一コマごとに称号し、次の称号はコマをシフトして行います。それぞれのアミノ酸の分子はサイズや長さが同じですが、mRNA と tRNA のアミノ酸配列を左右の手を合わせるようにして照らし合わせます。 進化の結果として、3個のヌクレオシドで構成された mRNA のコドンと tRNA のアンチコドンの暗号が相補的な関係である塩基対に設定されました。図11に示すリボソームで行われるタンパク質複製の操作が最初に細胞膜で行われました。まとめます。原子の大気の二酸化炭素と太陽風の水素イオンの衝突によって炭化水素分子などの有機分子が提供されます。 太陽風が地球の地磁気によって遮蔽されているというような従来の理解を検討することによって、新しい生命の起源と初期の進化の世界の扉を開くことができると考えています。ご清聴ありがとうございました。